ね、こちらの壁紙をですね、全部交換することになりました。はい、トルちゃん大変なことだったね。はい、こちらね、クロスもね、全部取っ替える、天井とかも全部取っ替えるということで、こちらのとりあえずリビングルームとキッチンを、はい、めっちゃ片付けました。わお、大変だったね。トルちゃんもね、なんかそわそわしちゃって、まだね、こんな感じでね、はい、もうお部屋も残してるんですけど、もう全然そこにも入っていかない。嫌だね、トルちゃん。なんかちょっとなんだったら震えてるかも。かわいそう、トルちゃん。トルちゃんは、はい、工事が入るのでバーバン家にちょっとの間お引越ししたいと思います。でもちょっと初めどんな感じか見る、一緒にトルちゃんもね。それからそれからトルテチャンネル、こんな感じになっております。今のところクロスがちょっとね、ピッてやったらね、粉がついちゃうんですよね。はい、こんな感じ。だいぶ汚れましたね。汚い。トール大丈夫？もうね、ちょっとダメなの。朝からね、ご飯もね用意してるんだけど全然食べない。トールちゃん、ご飯食べない？トール、トールちゃん、今ね、床のマットも引いてないんで、ちょっと滑ったら怖いんですけど、トルちゃーん。見てください、ここ。めっちゃ恥ずかしいんですけど、キッチンの壁やばくないですか？わー。油汚れ。やば。ここのクロスもね、変えてもらうことになってるので、どんな感じになるか楽しみですよね。ここね、もう白やめようかなと思うんですよ。わー。はい。ここにね、冷蔵庫があります。こんな感じで、全部大体見えるものはしまったりとか、あと、はい、段ボールに移し替えました。でね、始まりました。まず床に保護シートを貼っていただいております。こんな感じで、もうトルちゃんはもうダメですね。こんな感じでママのスリングの中に入ってるんですけど、ずっと吠えております。それからそれからトルテチャンネル、ついに始まりました。こんな感じです。壁紙が剥がされている。わお、わお。トルちゃん、おとなしくなったね。大丈夫なった？大丈夫なってきた。よかったね。ております。家の壁がこんなことになってるのに、トルちゃん落ち着き始めました。見て、すごい、天井と壁紙剥がされました。すごいよ、すごい。わお、こんななんかすっごい鮮やかな手さばきで剥がされていきました。こんな簡単に剥がせるんだと思って、ちょっと残ってる。わお、今からなんか多分ね、天井をね、張っていくそうなんですよ。そこまでちょっと見たらね、トルちゃんもバーバンジに行こっか。へー、すごました。わお、すごいです。そして壁紙、横の壁紙に映っております。見てください、お昼休憩。こんな感じでこっちのお部屋ね、はい、入ることができましたよ。こんな感じ。すごい白くなった気がする。わお、どうでしょうか。
楽しんでる。ほらもうバーバンチ行こうか。そんならねえねえ、またね大変な工事になるかもしれんから、ほらキッチンとかもやるみたいだし、バーバンチ行っとこうかね。ママとね、パパ頑張ってね。チャンネル登録。じゃあ見て、ここで準備されてた。わお。キッチンの壁これにしたんですよ。すごいね。父ちゃん、今からママんち行くよ。父ちゃん避難。父ちゃん避難しに行きまーす。よかったね。ママんち着きました。お水速攻バクバク飲んでる。わお。動かしてたのにな。早速じいじのところでおやつもらってんの。父ちゃんよかったね。くつろいでます。わーくつろぎ始めた。よかったね。ただいま。おすごい、キューキューってる。父ちゃんどう、お家綺麗になったね。じゃーん見て、てキッチンチェック、あの汚かったキッチンが、見てください、こんなにかっこいい木の目調の、はい、壁紙にしていただきました。わー、どうよ、どう、それどう、どうなん、はい、あ、いいじゃないですか。いいね。帰ってきて楽しんでるやん。わお。めっちゃいいやん。お家帰ってきたーって。すっごい坂様持ってて。ね、また明日もやらないかんねんね、トルちゃん。わお。どうする？明日もあるで。それから、それから。トルテチャンネル。はい、おはようございます。2日目の朝を迎えております。トルちゃん始まるよ。来はたよ。じゃーん。はい、今日はこちらの、はい、寝室の方をね、ちょっとねやっていってもらいたいと思います。こんな感じです。見てこれ、ディアゴスティーニすごいでしょ。やっとお披露目できました。ディズニーランドです。わお。わお。明日に向けてこちら辺もね、壁を剥がし始めました。わお。そしてこの天井剥がれてる。剥がしてみたら、あのし、はいはいに剥がしました。楽しい。楽しいツアーご一行様、こちらにどうぞ。はい、こんな感じです。イエーイ。こっちの天井とこの辺はもうできましたね。わお。はい、はい、以上です。ツアーは、はーい、ということで、だいぶね今日もね完成したので、今からねちょっとバーバンチに入れ込みたいと思います。トルちゃん今日はよかったね。またジジとバーバと一緒に入れたね。ねえ、そこは寝てんの、めっちゃ面白いやん。ベッドの上にまたベッド引いて寝てる。それから、それから、トルテチャンネル。トルちゃんおはようございます。はい、今日は壁紙改装の3日目の朝を迎えてますよ。じゃーん。ところ寝室です。完全に素敵になりましたよ。トルちゃん、はい、今日は3日目ということでね、こっちのね開かずの間をねちょっとね開けて、こっちもやってもらいたいと思います。オープン。やだやだやだ。わー、何これトルちゃん、これこんな書いた
イエーイ。なんとこの部屋には落書きがあったんですね。ちょっと怪盗トルテ君がこの部屋に来たという証拠じゃありませんか。はい、こっちのねお部屋もね今日やってもらいたいと思います。始まりました、ビリビリビリ。はい、今日は最終日ということもあってですね、ちょっと早く終わりそうだね。わー、はい、あっちの開かずの間とですね、今日はお手洗いトイレの方もやってもらうようになってますよ、トルちゃん。わー、トイレちょっと可愛い壁紙にしたから楽しみじゃない、トル。わー、トルちゃんの怪盗トルテの落書きが剥がされてなくなっております。わー、トルちゃん、トルちゃん今日はね、こんな感じでね、トルちゃんもね、見てますよ。わお。はい、お昼休憩になりました。はい、どうぞトルちゃん、おやつ食べて休憩しましょう。すごい気持ちいいとこや。わー、気持ちいい。気持ちいい。わお。めっちゃ気持ちいい。トイレ、トイレ開けます。たったたー、見てトイレの壁紙ちょっとかわいいね、ほらすごいなんかタイルみたいな感じ、こんな感じに新しくしてみました。行く、どうか見た、トイレここ、あーあ、トルちゃんの怪盗トルテの落書きがなくなってる、綺麗になりましたよ。じゃ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 ん、わあ、トルちゃん、また来たら、なんで嫌な、なんで嫌な。チャンネル登録。はーい、ということで見てこれ、怪盗トルテの落書き、また綺麗に残してくださってました。すごいでしょ。これをちょっと記念に置いとこうと思います。ということで全部。お会いしましょう。じゃあね。